POD はアメリカ合衆国のニューメタルバンド。1992年にカリフォルニア州サンディエゴにて結成された。バンド名はペイアブルオンデスの略称であり、メンバー全員が経験なクリスチャンである。代表曲はサウスタウン、アライブ、ウィルユー、グッバイフォーナウ、そして映画マトリックスリローデッドの主題歌でもあるスリーピングアウェイクなど。 現在までに9枚のスタジオアルバムをリリースし、総売り上げは1000万枚を超える。1999年にクリスチャンラップメタル、バンドとしてメジャーデビュー。その後もリンプビズキットやパパローチ等と共にラップメタルの世界的大ブームに貢献。また、彼らの出世作となった2001年発表のセカンドメジャーアルバム、サテライトは、 全世界で500万枚以上を売り上げる大ヒットを記録した。2003年には映画マトリックスリローデッドの主題歌も担当するなどラップメタルバンドとして一時代を築いた。その後は時代の潮流に合わせ音楽性も徐々にオルタナティブメタルへと変貌を遂げている。ありがとうございます。